バックマンの鉄道模型セットの一例バックマンはバミューダ席で香港資本の鉄道模型メーカーである。1833年に創業した当初は装飾品を製造していた。後に香港の模型メーカーの参加に入り各国の鉄道模型メーカーを買収しヨーロッパ各国や中華人民共和国で鉄道模型を発売している。バックマンでは 主に大きな需要のある入門者向けの列車セットを用い、品質で安価に提供することに特化している。香港に世界的な拠点を構え、アメリカ合衆国では、ペンシルベニア州フィラデルフィアに拠点を置いている。日本語では、バックマン、バッハマン、バックマン兄弟紹介などと呼称される。1833年、ヘンリー・カーライルは会社を設立し、女性向けに、 造毛製のスペインの市や日傘の手元を製造した。主にアメリカが衆国南部ルイジアナ州の貴族向けであった。南北戦争後は、別校や造毛を用いたかんざしなどの送信具、杖のハンドルなどを製造した。1899年、カーライルが設立した会社は、ヘンリー・ジー・バックマンの下、息子のヘンリー・ E ・バックマンとワルター・ J ・バックマンが共同経営する競合会社と合併した。 1914年にヘンリー・ジー・バックマンが死去し、社名をバックマン兄弟紹介とした。1902年から造毛に代わって串などの製造にセルロイドを用いるようになった。1912年にはセルロイド製のメガネのフレームの製造を開始した。この頃からバックマンではプラスチック製品の開発を開始した。1927年に フィラデルフィアへ会社が移転したが、その頃、アメリカ最初のサングラスメーカーとなっていた。そのサングラス、サラレックスは、世界中で人気商品となり、第二次世界大戦中には、アメリカ陸軍やアメリカ空軍でも採用されていた。その他の製品としては、ウィンチェスターリピーティングアームズ向けに狙撃用のゴーグルを製造した。また、ノルウェーのスキー選手であるスタイン・エリクセンに、 スキー用ゴーグルを提供したほか、アメリカの模型メーカーである、プラスチックビル USA に鳥の模型を提供した。1966年頃、アメリカで鉄道模型の N ゲージの人気が出てきたため、バックマンでは1968年に N ゲージに参入した。1970年には、方ゲージの製造を開始した。当時アメリカの車両メーカーであったバッド車や、 ユナイテッドエアクラフト社と独占契約を結び、当時の最新鋭列車であったバッド製のメトロライナーや UAC の高速列車、ターボトレインを独占的に製造した。日本の玩具、模型メーカーのトミーと提携を結び、エノゲージ鉄道模型、トミーナインスケールシリーズとして、機関車、客車、建物、レールなど、システム意識が日本でもバックマン製造、 トミー販売として発売された。国鉄 ED75 系電気機関車など一部は日本型も用意された。これは1976年に誕生するトミー単独ブランドトミックスの前身となり、特に香港製貨車各種などはそのまま引き継がれその後も長らく発売された。1978年に会社のロゴマークを一新した。1981年に 鉄道模型の利益が低下したため、バックマンは下請けメーカーであった香港のケーダーに会社を売却することになり、ケーダーは社名をバックマンインダストリーに改めた。模型製品の箱は、ヒンジ付きの黒いプラスチック製のものからセロファン製の窓のある白い紙箱に変更された。1982年からバックマンは、製品群を一つずつゆっくりではあるが回収し始めた。 典型的な一例として、ディーゼル機関車の金属製ギアから樹脂製ギアへの変更が挙げられる。1992年には、すべての生産が中華人民共和国で行われるようになった。ケーダーは、バックマンブランドをアメリカへの輸出拡大に利用した。アメリカへの輸出を拡大するだけではなく、ヨーロッパでは、戦略の一環として、経営不振に陥った企業を買収し参加に収め、 世界で最大規模の販売数量のある鉄道模型メーカーに成長した。1992年にオーストリアのリリプットを買収し参加に収めた。そしてヨーロッパ大陸における拠点をドイツのフィルトに設置した。1997年にはニュルンベルクに移転した。2000年にイギリスのグラハム・ファリッシュを買収し参加に収めた。1999年から 中華人民共和国向け製品の開発を開始し、2000年には最初の製品である東風11系ディーゼル機関車を発売した。2005年に上海に小売店を開業した。バックマンチャイナは上海を拠点にしている。アメリカ型の N ゲージ、4ゲージ、本30、オン30ゲージ、G ゲージ、ヨーロッパ型の N ゲージ、4ゲージ、 中華人民共和国型のホーゲージ、本、イギリス型の N ゲージ、O ゲージ、O ゲージ、G ゲージの車両、線路、電源装置、ストラクチャーアクセサリー類などを一手に製造している。ヨーロッパ型ホーゲージの一部に、メルクリン対応の交流三線式製品がある他は、すべて直流二線式となっている。製品は主にプラスチック製であるが、イギリス型の O ゲージには、 金属製品も存在する。イギリスの大ゲージ製品についてはバックマン UK を N ゲージについてはグラハム・ファリッシュを参照。アメリカ型では以下のような小ブランドが存在する。1990年よりバックマンはビッグハウラーと呼ばれる大型の車両セットを発売している。これら G ゲージの製品には正式機関車や客車がある。 最も有名な製品は1993年に発売されたエメット・ケリー・ジュニア・サーカストレインである。1988年にバックマンはスペクトラムブランドを始めた。これは従来のバックマンシリーズよりも精密で優れたモーターを搭載している。最初の製品は GE44 トンディーゼル機関車であった。あとに、 ペンシルバニア鉄道の K-4 型蒸気機関車や、エンドの GP30、GE のダッシュ8から 40C が加わった。スペクトラムブランドの製品群と、標準的なバックマンブランドの製品群との格差を埋めるべく、1992年よりバックマンプラスシリーズの展開が開始された。2001年より、オースケールで、ゲージの線路を使用する。 オン30シリーズの展開が開始された。2002年より、宝ゲージで商品展開を開始。トーマスをはじめとした蒸気機関車のほか、ディーゼル機関車、客車、他車、ストラクチャーとそのラインナップは多岐にわたる。また、2015年には鉱山鉄道鉄道のスカーロイ、ヤカ車が、機関 9mm、縮尺1、87のナローゲージとして製品化された。 2009年には G ゲージにも進出し、主要な機関車や車両が製品化されている。2013年より、ホゲージで商品展開を開始。テレビアニメシリーズ、チャギントンの主要キャラクターが製品化されている。ただし2017年度版カタログからは、すべての商品が削除されている。1970年代に日本のトミーと提携し、日本型車両を生産した。 2000年代には、天送堂と提携し、500系新幹線や C62 などの日本型車両を生産した。デジタルコマンドコントロールは2006年からドイツのレンツエレクトロニックと提携し、展開を開始した。2007年には、積極的に DCC システムを発売した。EG コマンドは、扱いが手軽なため、初心者に受け入れられた。これにより、 バックマンが短期間で他社に追いつくことを可能にした。初心者向け商品の他に、赤外線遠隔操作が可能な液晶ディスプレイを備えた上位機種シリーズデュナミスもスペクトラムブランドで展開している。近年のバックマンのスペクトラムシリーズには DCC が搭載されている。またサウンド機能のついた車両も発売されている。2015年より商品展開が始まった。 独自の無線車両遠隔操作システム。Bluetooth 対応の iPhone、iPad 等の iOS 搭載機種をコントローラーとして使用するもので、手元でスピードやライト、サウンドなどのコントロールが可能。ホーゲージのエンドカイナナ型ディーゼル機関車を皮切りに徐々に搭載機種を増やしている。1960年代には、ネイチャークラフトキッズと呼ばれる鳥や動物のプラモデルやスロットカー、 模型航空機を製造していた。また、日本の富士見模型と組戦車などのミリタリーモデルのプラモデルやトミーと組トイズ・オブ・トゥモローと呼ばれるロボット玩具を製造した。ロボット玩具は発売後数年で終了した。ミリタリーモデルは1970年代に終了した。ケーダーに売却された際にスロットカーや模型航空機から撤退し、新たにラジコン模型市場に参入した。 1982年には、ネイチャークラフトキットの鳥シリーズを再発売した。1987年には、製造を鉄道模型に一本化するためこれら製品は、すべて終了した。ヒストリー・オブ・バッハマン・インダストリーズ、バッハマントレインズ、2018年2月1日閲覧。この香港製菓車群は生産中止後、1990年代に一部ラインナップの、 グリーンマックスブランドでの復刻を経て、可愛い紹介へと引き継がれ、同社倒産後はポポンデッタが販売している。バッハマン2013カタログ。バッハマントレインズ P に2018年2月1日閲覧。バッハマン2015カタログ。バッハマントレインズ P に2018年2月1日閲覧。バッハマン2015カタログ。 バッハマントレインズ P42018 年2月1日閲覧。ありがとうございます。